目覚ましい発展を遂げているルワンダ。しかしこの国は1990年代民族間で大規模な虐殺が発生しました。犠牲者の数は80万人から100万人とされています。虐殺を扇動したのはラジオでした。異なる民族への殺害を繰り返し呼びかけたのです。人々に有益な情報を伝えるはずのメディアが社会に牙を剥いたのです。こうした経験から紛争を予防するには公正な情報を伝える自由なメディアが欠かせないと考えられています。民族同士が激しく衝突した結果、虐殺や空爆で多くの市民が犠牲となったコソボ紛争。国内では今もアルバニア系とセルビア系住民の間の対立が残っています。両民族のわだかまりを解消し紛争の芽を摘みたい。 JICA はコソボの公共放送局 RTK に対し、正確で公正な報道を行うとともに民族間の対話を促す番組の制作に向けて支援を行ってきました。両方の民族の方に見ていただける番組を作る。でそれによって、全ての国民に信頼されるような放送局を作ろうと。しかしこうした取り組みは民族主義者からの反発も受けました。 RTK の当時の会長の自宅が襲撃される事件も起きました。こうした脅しに屈することなく JICA と RTK が取り組みを重ねていった結果、ようやく生まれたのが情報番組インフォーカスです。セルビア系男性アンカーとアルバニア系女性アンカーがそれぞれの言葉で番組を進行させ、両言語の字幕が交互に入ります。コソボ国内の誰もが見られる番組を目指しました。民主化の機運が高まるミャンマーでは、報道機関に対する規制緩和も進められています。中でも国内最大のカバーエリアを有する国営放送 MRTB を政府に左右されない独立した公共放送にすることは民主化のプロセスにとって重要です。公共放送というのは民放さんのようにですね、こう市場の影響、スポンサーの影響を受けることもなく、かつ政府の影響を受けることもない、その国民が支える、中立的な公平な報道ができるものになります。自立した公共放送局に、なれるような支援を、今からやっているということですね。 JICA の支援の一つが OJT、現場での実務研修です。日本人の専門家が実践的な指導に当たっています。不確かな情報を流すリスクについても伝えます。In our country, in Myanmar, most of the end groups, they intend to attack and to destroy. But have you ever heard the reason why they attack from them directly? No. So because of the main. 一人が考える力がなければ。上から命令されたコンテンツをただ作るとね、それは報道機関じゃないですから。
ジャイカね、こうジマルウェイで市民権利をジマルは MRTV Next とだま名前ピーターポノ、だ MRTV にね、なあながポリ、Next はろそろジナロジマルはながあにね、こうピポラメ MRTV をそろマンサーを参加けらば。2010年より始まったジャイカによるメディア支援は、現在各国に広がっています。一人一人の国民が正しい情報を入手し、民主的に物事を考えていく公共放送の支援というものは大変重要な事業と考えております。